やだはい、おはようございます。本日はですね、東京3泊4日の Vlog を見ていただきたいなと思うんですけども、現在もホテルをチェックインしております。で、ただいまの時刻が8時、7時とか夜になってるんですけどね。ここに来る前にですね、あの Google の本社の方にも行ってきました。 Google の本社に行ってね、僕の担当のね、マネージャーさんの美人の、方がいらっしゃるんですけど、その方にね、この YouTube の再生ボタンのね、タオルなんかもいただいたりしたんですけども、で、まあ、またその感想はね、言うんですけどね、ちらっとだけ動画映せたりもしたんで、まあ、そういうのも出すんですけど、ほんまにすごかったですね。あの出勤退勤とかも時間ないから、もう自由に出入りみんなしてるし、ほんでなんか卓球する場所があるし、ゲームする場所があるし、なんかここ大学なんかなみたいな感じでね、とても参考というか、あのとてもね、刺激的な場所を行かせていただきました。で、今からね、ラーメン行きたいなと思います。北海道の時はね、お寿司ばっかり行ったということで、もう僕寿司嫌だよということでね、ラーメン行くんですけど、あ、君もこれ持ってるんだね。僕の方がちょっとやっぱテカテカして味出てるけどね、君のはまだ出てないね。だってまだ2回目だ。Google の手土産もらった、梅蔵さんにもって言って。あ、タピオカ飲んだら、あー、これはスタバじゃないか。いいな、美味しかった。なんやったらな、君来る手配もしてくれとったわ。そうなの。もう行きたかった。すごかったね、なんか。そう、聞いといてくれたらよかったじゃん。あ、ごめんごめん。あ、行きたかった。あ、行きたかった。行きたかった。明日はどうされるん、あ、なんか服も新しくなってますけど、これはまさか北海道の時に探してはったコートとスカートですか。あ、そうです。いいじゃないですか。そのタックに買ってもらいました。ラーメン、ゴおはようございます。2日目です。今日はですね、ポップアップ会場を3つ見に行きます。ちなみに昨日が絶賛2日酔いやって、もうマジで吐きそうやったんですけども、なんとかね、今日は元気になりました。今から代々木とかね、あとまあ渋谷とかね、あとは表参道とかなのかな、ちょっとよく僕も土地分かってないんですけど、今から3軒見に行ってね。で、今日の晩ご飯は何にするんですか。あ、ダメだ、また全身コロナかな。全身モザイクで汚れちゃう。あ、そっかちょっとやめてよ今日の晩ご飯何ですか。今日は江戸前寿司です。寿司だ。まあ昨日はね、ラーメン行けたからいいでしょう。じゃあ今日は寿司行きたいので、それまでね、頑張っていきたいなと思います。途中途中ちょっと動画の編集とかもね、やらなあかんので、まあそれやりながらカフェで入って編集したり、ポップアップ会場見たりとかっていうことでね、行きたいなと思いますので、行きます。これかな。前にはもつ焼きもあるじゃないですか。最高じゃん。なんかあの大阪のとこにそっくりやな。大阪でポップアップやった。あ、ほんと。なんか中見てみて、こんな感じ。ふーん、ちょっと早かったもん。すいません、失礼します。お邪魔します。失礼します。レジってどういう配置皆さんされたか。ですね、一番多いのが、どうでしたか。めっちゃ美味しかった。よかった。めっちゃ美味しかった。本当に美味しかったけど、あの後ろの女たちがうるさかったね。ああ、久々の再会で盛り上がってはったんかもしれんね。だとしてもさ、マスクなしでさ、あんなさ、ペチャペチャペチャ満席やね。そうだよ、満席やね。帰らんしさ、いい大人が。あかんな。あかんよ、あれは。じゃあ次2軒目行きましょう。イエイ。はい、それではですね、2軒目の方に来ました。ここはですね、中目黒になっておりますね。中目黒の、どこかちょっと分かりませんけども、すぐそこです。木が見えてるとこちゃうかな。ここだと思いますけど、はい、
すいません、失礼します。めっちゃ綺麗やな。うん、綺麗。めちゃくちゃ美味しい。もう一つないぐらいで、毎回お客さん入った後は、うん、すっごいアクセサリー専門の方とかだともう電気を使いたくて、自分でもう10分ぐらいでできて、はい、それではですね、なぜか知らないですけどサングラスが新しくなってますが、サングラス買いました。これオーダーであの緑入れてもらったんですけど、どうですか？おしゃれです。いいですか？いいですよ。これがあの中目黒のね、はい、エグザイルとか入れてるとこじゃないですか、エグザイルが。でそんなことしてたらですね、次の3会場目の時間がだいぶやばなってるから、はい、あの急いでね、行かんとあかんので、はい、急いで行きたいなと思います。はいはい、それでは3軒目行きたいなと思います。3軒目がですね、面白いのこれや、もうそのご利用される方によってそれぞれなんですけど、はい、はい、それでは見てきました。どっちかというと2階の方がいい感じやって、なんやったらあの目の前がオリンピックの国立記念会場やったってことですね。これね、あそこでオリンピックやってたんですよ。まあ本来だったら僕らも行く予定だったんですけどもね。確かに。まあ今から嫁とどこがいいかちょっと喋ろうかなと思ってるんで、お寿司まで2時間ぐらい、1時間半かな、1時間ぐらいあるんでね、ちょっとその間カフェかなんか行っていろいろ喋りましょう。はい、はい、では OK です。ちょこん、マスカルポーネチーズとタイの塩ですね。タコの柔らかに磯粒貝の旨味でございます。はい、こちら蒸してください。ありがとうございます。忘れないように入れてるの。ありがとう。よかったら飲んでください。はい、じゃあいただきます。乾杯。どう？うまっ。で、お寿司屋さんも結構回らしてます。洋風のお出汁じゃなくて、洋風、初めて食べるな、洋風。銀杏入った、最後食べる。うわぁ、これうまいわ。炭から取ったんで、相性はバッチリ。すごい、こんなもらってる。まあ、いいっす、いいっす。すいません、ゲーないんですけど、その竹にさせていただきました。めっちゃ綺麗やん。じゃあ、まずやるのはもう、親の投資です。そんなにもしょうか。塩とですね。あれですね、今日は結構入ってたんで。はい、ということで行ってきました。あの楽しかったんですけどね、僕の目の前に今嫁がいてるんですけど、嫁はもうちょっと気持ち悪いみたいなんでね、この辺でまずエンディング撮ってまた3日目を迎えたいなと思います。いいですよね。撮らないで。撮ってないか。はい、いいと思います。はい、ということでね、多分これも明日覚えてないと思いますが、ではまた明日です。おやすみなさい。はい、おはようございます。3日目スタートということでね、実は今もうただいまもう3時です。夕方の3時ということで、2時まで僕寝ておりました。グースかピースかしてたんですけども、4時からね飲み会ということなんで、もともとオンラインサロンあったんですけど、その時の東京メンバーと今から飲みに行きたいなと思います。嫁蔵さんも一緒に行くんですけどもね、最初は0時会っていうのがね3時からやるって言ったんですけど、もう全然間に合わないんでね、1時会から入りたいなと思います。うん、おいしい、おいしい、変わんない変わんない、超おいしい。最後、うん、このために東京来たと言ってもいいぐらい、うまい。やいや、飲み会の場所着いたんですけどね、相変わらず遅れてますわ。五反田っていう駅に着きましたけども、今2分ぐらい遅れてるのかな。申し訳ない申し訳ない。いや今日は寒いんですよね。しかしなんか5度とか6度とか言ってたからね、一気に真冬になったんですけども、あ、ありますか。はい、あ、もう近いんちゃうか。1階、
一回じゃなかった？ほら、相田さん。いや。すみません。遅くなりました。すみません、遅れました。ごめん。本当にあれだよ、高い。で、誰が、じゃあ、うちらの思い出として撮っとく。で、Facebook 載せれば。あ、そっか。うん。はい、ということで行ってきました。どうでしたか？楽しかったです。いや、楽しかったよね。気づいたら3軒ぐらいはしごしちゃったよね。ねはい、ということでね、まあ、一旦オンラインサロンはもうなくなっちゃったんですけど、また次回のね、なんかそういう集まりあったらね、またあの入っていただければ嬉しいなと思うし、まあ、誰かと誰かがつながれば嬉しいななんて思いますよね。はい、はい、というところで3日目が終了しました。はい、だからまあ東京来た目的2つが終了した。ポップアップと、あとはサロンの飲み会と、楽しい時間でしたね。はい、とても。だからもう明日はもう寝て帰るだけよ。はい、お土産買うの明日。一個だけ欲しいのがあるから。グミッツェルというね。グミッツェル、グミッツェルってやつがあって、それがもう一人一箱しか買えないからね。うん、初日にまず一箱買って、うん、買ってんな。もうそう買って、でももう食べちゃったからホテルで。そうか、そこはなくなっちゃったから、またちょっと東京駅で明日。はい、ということでね、僕は明日11時ぐらいに行くっていうのが今判明しましたんでね。はい、明日またお会いしましょう。はい、はい、ではさよなら。おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。最終日の朝ということでね、今からチェックアウトしていくんですけども、チェックアウトまでね、あともう20分ぐらいしかないんです。ただ朝起きたらね、誰もいてませんでした。札幌の時と同じやないかいと。そしてお土産買いに行ってるらしいです、どうやら。あ、外も晴れてていい天気ですわ。なんか東京駅にね、お土産買いに行ってるって言って、今日は新幹線品川からやから、まあ僕多分ついていかへんって分かったんでしょうね。一人で行ってくるわってね、言ってましたんで、今からチェックアウトして合流したいなと思います。向かいます。はい、ということでね、無事到着しました。お疲れ様でした。いや、ポップアップのね、会場もいろいろ見させてもらって、まだはっきりちょっと全然決めてないんですけどもね、まあ、ちょっとこれからじっくり映像とか見返してね、この動画見返してね、考えたいなと思いますので、また近々お伝えさせていただくと思いますので、ぜひぜひ来れる方お待ちしております。はい、ということで今回が、3泊4日の、弾丸東京旅でした。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。